まあ、異色同源の番組として今まで取り上げてきたあの CPL、 これはまあ環状乳酸で、もともと砂糖大根、いわゆるオリゴ糖化から来る発酵したもので、免疫向上にいいと言われて、次に私いただいたのがこの菊芋ユーリンで、私はもう30年糖尿で養生してるんだけども、この糖尿病で一発確実に治るサプリメントはないかと、注文したら、このイヌリンを飲めば菊芋イムリンで一発治りますと言って持ってきたのが、この菊芋イヌリンというサプリメントなんです。これは糖尿治りますか？これ結構効果があると思います。で、もともとその菊芋っていうのは食後の血糖値を下げるっていうことで、それ自体が割といいと言われてるんですけれども、自然界にあるものってやっぱりその土地だとか土の性質によって含まれる成分が結構違うわけですね。で、それでこちらなんかイヌリン300って書いてあるので、多分イヌリンの量ってその本当にまちまちだったりするんで、その含有量がきちんと評価されていないんですけれども、それが自信持ってこれだけは入ってますよっていうことが書かれているっていうことは、そのもともとその血糖値が上がる方に対してそのいいように栽培されていったんじゃないかなと思われるんですね。まあ、とにかく私もまだ飲んで1週間なんだけど、これを口の中に入れると、口の中で顎とか入れるとペタッとひっついちゃうんですよ、溶けずに、大半は溶けて胃に入るんだけどね、残ったものはうがいでもしてきれいに流さないと飴状になってひばりついて取れなくなる、これはやっぱりイヌリンというのはそういうものなんですか？もともとその菊芋とか、野菜とか果物ですけれども、そういうものを乾燥したパウダー状のものっていうのが結構あるかと思うんですけれど、特にこちら食物繊維ですよね。で、例えば果物とかも糖の性質が大きいの で、そういうものって割と水分を吸着して固まりやすいんですよ。だから、もし気になるようだったら水分に溶かして先に緩めていただいて飲むんだったら固まらないと思うんですけど、粉体にするとどうしても固まっちゃって、下のこの上の方に多分つくんだと思うんですね。なるほど、つくんだ。そう、だからきちんと嚥下できないので、ちょっと飲み方とすると、溶かした方がおすすめかもしれないですね。飲み方ですよね。でも私なんかもめんどくさいとそのまま吸着するの分かってても飲んじゃう時あるんですけれども、ちょっと指とかでそのついちゃったのをほどいて中に入れれば、ある程度こう、胃の中で消化吸収、もちろんそれはね、自然となくなるんだけど、時間とともに、そういうそのイヌリンというものが、そのこぼれた粉が外に散らかった場合、そのベタベタになっちゃうんだよね。雨がひっついたように、ベトッとするわけ、だからそういう特殊な何かを持ってるんじゃないかと思うんだけど、なんか一応雨と一緒ですかね、雨。イヌリンとか割と砂糖とか穀類の代わりに使われるんで、イヌリンはそうですね、要するに砂糖のように甘いという意味じゃないんですけれども、ちょ
ちょっとまあ味をごまかす時に和らぐとかそういう、うん、まあ、あの穀類的な性質を持ってたりするので、うん、それでそのこう砂糖とか基本的に全部精製されてるので、うん、そういうものって本当に食後の血糖値を上げるっていうか、例えば砂糖入りのコーヒーを飲んだらすごい一気にやっぱりそのコーヒーが、まあ、ある程度何か抑えるにせよ、まあ、血糖値が上がるし、で日本のまあ白米だとあの精米しているので、その玄米に比べるとやっぱり食後血糖値ってすごく上がってしまうんですね、うん、でそうすると血管に負担がかかって、まあ、血糖値自体が上がってしまうと血管がもろくなっていったりとかいろんな危険性があるので、うん、なるべくその血糖値が急激に上がらないようにしていくことが必要なんですね、うん、でそうすると、まあ、イノリンの量がまあ、菊芋自体に効く効果があるんですけれども、うん、より効果を高めるためにはちゃんとイノリンの、まあ、配合がきちんと、うん、表示されているものの方が安心して糖尿対策になるのかなと思います。なるほど、なるほど、はい、わかりました。今日は、まあ、実践実学大学の薬学部の、早見教授の意見です。私は、まあ、菊芋というものは体にはいいと、朝鮮人参の10倍の効果があるとは聞いております。